英語を話すということは慣れないうちは難しい技なので、まずは書くトレーニングをしておくと比較的言葉が出てきやすくなるというお話を以前にしました。では今日は書くときにどのように英語を組み立てていったらいいのか、英語の組み立て方の基本についてお話ししていきます。英語を組み立てるときに意識したい大切なポイント、それは主語、動詞、目的語を意識して書く、つまり誰が何を何々するを意識して書くということです。日本語では主語を省略する場合も多々ありますが、英語では主語、動詞、目的語は文の要素として決して外せないもので、これらがないと文章として成立しません。それ以外のもの、例えば形容詞、副詞、前置詞は状況をより詳しく説明するための飾り言葉なので、なくても文章は成立します。例えば私は今日スーパーで牛乳を買いましたという時、括弧の中はなくても文章として成立しますが、私は牛乳を買ったという主語、動詞、目的語の部分は英語では必ず表現する必要があります。文章を書く際にはまず文章の構成要素として不可欠な主語、動詞、目的語を書くことを意識してみましょう。文章の組み立て方の手順はざっくり言うとこんな感じになります。まずはできるだけシンプルな日本語で自分の伝えたいことを書く、そして主語、動詞、目的語を英語にしてみる、その後に飾り言葉を付け足していく。まずは最近自分がやったこと、感じていることなど身近なテーマで書いてみるのがおすすめです。 Thank you for watching. I'll see you next time.